してます全部近況報告、今のところ全部近況報告しかしてない、はい、リップグロスの話書いて、なんだろう、なんとか星になってる、なんとかおすすめとかありますか、何日ってことかな、日にち、日にちのおすすめかな、合ってます、合ってる、合ってるかな、日にちだったら、でも予定が一番みんなが分かるってなってた時の一番、そう、おすすめはやっぱそうだよね、お話し会の初日、初日でいいのかな、リップグロスのお話し会の初日が一番、なんていうんですかね、一番近い日程ではあるじゃないですか、だから予定が分かってると思うのでそこだけど、とか気にせずだったらやっぱりお誕生日に近い、そう2月と1月、そう2月最初と1月最後のお話し会がおすすめですかね、やっぱり、そう、誕生日の、そう、前後なので、そこがぜひあのおめでとうの一言だけでもよかったら言いに来てください、はい、そう、そうなんですよね、当日ではないんですけど、そう、20歳最後と21になった、そう21にもなるので、そう2月3日で、なのでぜひぜひ、そう、あのみんな一番狙って一番、あの2月3日前のね、1月の最終日、最終日じゃなかった、1月の最後のね、そうお話し会で一番狙うか、それともあの一番遅いおめでとうを言うか、一番近いけど一番近いけど一番遅いおめでとうってなんだろう、あ、じゃあ分かった、21歳になった後のお話し会で、そう、初めてのおめでとうを狙うか、はい、ぜひしてみてください。21回おめでとうっていうね、だいぶ時間ないという中で21回、じゃあいっぱい待ってますってことで、いっぱい待ってます、はい、サンタさん来たりとかないんですよ、すいませんこれね結構みんな言われるの、そう、浴衣着ないのとか、浴衣着るとか、そう、サンタやるって755でもね、そう聞いてくださった方いたんだけど、あの、そう、まあ持ってないっていうのもあって、浴衣は持ってたんだけど、そう、もう着れなくなって捨てちゃったのと、そう、まあサンタ自体持ってないっていうのと、そう、今までだったらさ、そう、お話し会で、そう、あったりとか、握手会か、握手会の時とかあったりとか、まあ去年はお話し会でもあったか、あればもちろん着るけど、そう、持ってないのでそう、用意があったらもちろん着るけど、なかったらないかな、着るよって、そう、でも毎回違う服装はしてるので、そう、毎回一緒じゃないのでそう、毎回、そう、ちゃんとなんかね、個人的にはテーマがあるので、そう、あるので、ぜひ、そうですね、どの日程も服装はあの心を、真心込めて選んでるので、あのぜひどの日程も楽しみに来ていただけたらなと思います、はい、でもまあどの日程も全日程来ていただけたらなとは思ってます、そうですねそうですね、そう、ここだけとは言わずに、何日だけとは言わずに、全日程来ていただけたらなと思っていますね、そう。
そうですね、よろしくお願いいたします。そう、全然、あ、そう、先生、あの買ったお気に入りのお洋服披露してくださってもいいし、そうコメントある通りいいし、なんだろう、ペット紹介してもいいし、なんか自慢話とかでも全然いいし、なんか質問とかでもいいし、全然もう何でも、あ、そう、お題っていうのかな、話のテーマは何でも全然、そう、大丈夫なんで、あの歌披露していただいても全然大丈夫ですし何でも、あの漫才、一人漫才していただいても全然大丈夫なので、はい、お待ちしております一人漫才あんまないかなかなかないとは思うんですけど、お待ちしてます。はい、お待ちしております。そう、今回の、そう、お話し会も次の、まあ、次いつお話し会来るとかわかんないけど、そうですね、まあ、そうだね、2部に戻るっていうのは目標なので、ずっと、そうなので、今回、そう、前回本当に皆さんが、前回の、そう、時にいっぱいね、元カレですの時にいっぱいみんなが、そう、販売出してくださったけど、そう、なかなか今回も無理だったんで、ので、そう、次回ね、次回のお話し会の時にまたというか戻れたらいいなとは思ってるので、そうですね、今回のシングルもね、完売の日程1日でも多く増やしたいなと思ってるので、あゆも、そう、楽しんでいただけるように、あのトークよく上げていきたいと思いますはい、なのでよかったら会いに来てくださったら嬉しいです。お願いします。一緒に星見たいよって、じゃ、星探すお話し会で星探すで、探そっか、一人漫才でネタが寒すぎて運営さんに嫌いないでしょ確かにこれからね、寒くなっていくからさ、やっぱり、そうだよね、寒くなっちゃうとさそうだよね、あ、ちょっと寒いかもしれないってなっちゃうかもしれないねなっちゃうかもしれないから、そう、気をつけてね、一人漫才やるとき一人漫才やるとき気をつけてください。はいはいって、はい、そんな感じです。でも、はい、お話し会お待ちしてますってところです。そして話は変わりまして、それでずっとね、昨日からインスタの質問やろうかどうしようかなってずっと迷いながらやめてるそう、いつもあのストーリーにさ入ってさ、あ、やろうかなと思って質問のやつ押すの、あ、でも いつ最後やったっけと思って、でも7月の最後らへんだと思うの、多分やったの、あ、だからやっても、まあ別にね、期間的にはまあそんなね、まあ、ちょっと空いたからいいかなと思ったんだけど、どうしようと思っていつやめてるやめてるやろうかな、どうしよう、どうです、みんな的になんかどうしたらいいかま
迷ってやめてる。どっちがいいのやろうかな、迷ってる、迷っちゃう、一生迷ってる。迷ってほしいったら、え、じゃあやろうかな。でも今からじゃ遅いかな。でもいっか、やろうか。明日また返してもいいもんね。そうだよね、全然あの、そうですね、あのなんかそんなに重たい内容じゃなきゃなんでも送ってください。なんだろう、なんだろうな、難しいのだと例えばだけど、あのショールームテンションで来ちゃうとちょっと返せはしないかも。例えばさ、あの遊ぼうよみたいなそう、あれはもうショールームテンションだからさ、みんなそう、それはもう返せないのでそれだけはやめていただきたい本当に前回多くて、多分ショールーム見てる方がいっぱいね送ってくださったんだろうなって思ってるんだけどさすがにさ、インスタしか見てない方はさ、ふえってなるじゃん、ふえってなっちゃうから、そうショールームテンションは下げていただきたいショールームテンションはもうショールームの中か、あのお話し会でお願いいたしたい。うん、そう、あゆはでもちゃんとそのコメント見て一人で心の中で突っ込んでます、ちゃんと。うん、そうそう、温暖化対策についてします。あ、オッケー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 でもあの何でも待ってます。でも全然遊ぼうよでもいいんですけど、あのお返しは来ないです最初に押す対策。え、そう、もうそう、あの心の中での、あゆの心の中だけは突っ込みます。だからそれも送ってきて、また別のも送ってきていただけたら、まあ一番ありがたいかなと思います。そう、あでも全然あのただ送りたいだけとかなら全然全然いいんですけど、そう全然送ってください、それはもう全然。そうそう、あ返事欲しいなって思ったら、あの遊ぼは、そう遊ぼだけは返ってこない遊ぼうで一回送って、その後に送ってください、ちゃんとちゃんとしたのはいです。いや、そう返事来ない宣言ちゃんとしますそう、何だとか言ってこないよっていうのはちゃんと言っとくね。遊ぼうで溢れそう、確かにそれだともう何も返せなくなっちゃうよただなんか募集しただけになっちゃう。そう、ただ募集した人になっちゃうから、そうダメだよダメだよって。じゃあ後でショールーム終わったら募集したいと思います。なのでぜひあのちゃんとしたのをお願いしますちゃんとしたのって、はいはい、じゃあそんな感じでランキングを読みたいと思います。13位アキラさんありがとうございます。12位ハッピーサッピーさんありがとうございます。11位プニンさんありがとうございます。10位ノーティーさんありがとうございます。9位サマさんありがとうございます。8位ミーさんありがとうございます。7位コラコラさんありがとうございます。6位ゆきみつさんありがとうございます。5位カモンさんありがとうございます。4位翼欲しいさんありがとうございます。3位カンさんありがとうございます。2位ガクシャンさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。コメントやギフトや星などもありがとうございました。また見てください、明日もありがとうございました。バイ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 。